アレックス・メレットは、イタリア・ウディネ出身のサッカー選手。セリエ SSC ナポリ所属。ポジションは GK。アレックス・メレットとも表記される。地元、ウディネーゼ・カルチョのユース出身。2014から15シーズンにトップチームに昇格し、2015年12月2日のコッパイタリア4回戦、アタランタ b C 戦でプロデビューを果たした。2016年7月14日。 セリエ B の SPAL へレンタル移籍。失点数をリーグで3番目に少ない39失点に抑える。剣手でセリエ B 優勝を果たし、スポールの49年ぶりとなるセリエ A 昇格に貢献。シーズン終了後の2017年7月25日にウディネーゼとの契約を2022年まで延長し、8月1日に再びスポールへレンタルで移籍した。 2017から18シーズンは、アルフレッド・ゴミスにポジションを譲っていたが、2018年1月28日のインテル戦に出場しセリ A デビューを果たした。2018年7月5日、SSC ナポリと2023年6月30日までの契約を締結したことが発表された。2019から20シーズン、コッパ・イタリア決勝のユベントス戦では、 PK 戦でリバラのシュートをセーブし、チームの優勝に貢献した。世代別代表を経験。準優勝の UEFAU-19、欧州選手権2016では、大会優秀選手に選ばれた。u e f a ユーロ2016では、リーグ戦未出場ながらも、トレーニングメンバーとして、イタリア代表に同行した。2017年3月18日、 負傷で召集を見送られたマッティア・ペリンの代役として、当時、セリエ B ながら、イタリア代表に初召集された。2019年11月18日に行われた、UEFA ユーロ二2024戦、アルメニア戦で、後半32分に、サルバトーレ・シリクとの交代で出場し、代表デビュー。UEFA ユーロ二千二十本大会でチームは、優勝したが、サードキーパーであったため、 登録選手26人の中で唯一出場機会がなかった。ありがとうございます。